ショーン・ロバート・ドゥー・リトルは、アメリカ合衆国サウス・ダコタ州ラビットシティ出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のシンシナティレッツ所属。愛称はドゥー。ドゥー・リトルは、生まれは、サウス・ダコタ州ラビットシティだが、ニュージャージー州食べなくるで育ち、少年時代は、投手として活躍した。ミッドフォードの小2高等学校時代には、 週の1試合での脱参新記録を更新。また打者としても活躍し、チームを週の優勝決定戦まで導いた。高校卒業時、2004年の MLB ドラフト39巡目で、アトランタブレーブスから指名を受けるが、バージニア大学へ進学した。大学では、投手権一塁一種としてプレーし、投手としては22勝を挙げ、勝利数でチームの記録を更新。 2005年には第34回日米大学野球選手権。2006年にはキューバのハバナで開催された第3回世界大学野球選手権大会で、それぞれアメリカが州国代表に選出された。大学では、ライアン・ジマーマン、マイケル・シュワイマーとチームメイトだった。オークランドアスレチックス時代2007年の MLB ドラフト一巡滅違法で、 オークランドアスレチックスから一類種県外野手として指名され、6月18日に契約。この年は、参加の A-9 バンクーバーカナディアンズと A 級、ケーンカウンティクーガーズでプレー。A 級、ケーンカウンティでは55試合に出場して打率。2334本類が、29打点、1盗塁を記録した。2008年は、A 級ストックトンポーツと AA 級。 ミッドランドロックハウンズでプレー a 久ミッドランドでは51試合に出場して、打率、254、4本塁打、30打点、1盗塁を記録した。2009年は、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ昇格したが、膝の故障で28試合の出場にとどまった。オフには、ベースボールアメリカによるアスレチックスのプロスペクトランキングで10位に選ばれた。 2010年は膝の手術の影響でシーズンを全休した。オフの11月19日にアスレチックスとメジャー契約を結び40人枠入り、した。2011年から投手に転向。ルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで1試合に登板した。シーズンオフにはアリゾナフォールリーグに参加した。2012年は A 級ストックトン AA 級。 ミッドランド、トリプル A 級サクラメントでプレーし、6月4日にメジャーへ昇格。翌5日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。5点ビハインドの5回2種から登板し、1.1 1回を無安打無失点3奪三振に抑えた。この年メジャーでは44試合に登板して2勝1敗、1セーブ、防御率3.04、60奪三振を記録した。 2013年は70試合に登板して5勝5敗、2セーブ、防御率3.13、60奪三振を記録した。2014年4月18日に、アスレチックスと5年契約に合意した。新加入のジム・ジョンソンの不調により、クローザーを務め、前半戦は42試合に登板し、14セーブ、防御率2.89と活躍。7月には、 オールスターゲームに初選出された。また、同年6月22日のボストンレッドソックス戦では、控え野手を使い果たしていた10回裏西に、かつて野手であった経験を買われて、代打で起用されたが、上原浩二の前に二塁ゴロに倒れた。2015年1月23日に肩を負傷したため、開幕に間に合わない可能性があることが報じられた。 5月27日に1試合だけ登板し、その後は長期離脱していたが、8月23日に復帰後は一定の登板機会を得た。トータルでは12試合でマウンドに上り、1勝防御率3.95を記録した。三振脱出能力の高さは相変わらずであり、脱三振率9.9をマークした。2016年は44試合にリリーフ登板し、 二勝三敗四セーブ、防御率3.23、ホイップ1.05という成績を記録した。防御率やホイップが改善したほか、持ち前の三振ダッシュ力では2年ぶりに10.0、超の数値を記録し、復活した。2017年7月16日にブレイクトレイネン、シェルドン・ノイジー、ヘッスル・サルドとのトレードで、ライアン・マドソンと共にナショナルズへ移籍した。 移籍後はクローザーを任され、30試合に登板して1勝21セーブ、防御率2.40と結果を残した。シーズン通算では53試合登板で2勝24セーブ、防御率2.81、ホイップ0.86であった。2018年は6月までの成績が、防御率1.60と好調だったが、左足つま先の炎症により故障者リスト入りした。 9月7日に復帰した。最終成績は43試合に登板して3勝3敗25セーブ、防御率1.60だった。2019年は右膝の故障で故障者リスト入りすることもあったが、リリーフ防御率がリーグ再開のチームで投げ抜き、63登板で6勝5敗29セーブ、防御率4.05だった。ポストシーズンでは、 ダニエル・ハドソンと併用でのクローザーやセットアッパーとして起用され、K 級登板して防御率1.74を記録し、球団史上初のワールドシリーズ制覇に貢献した。2020年オフの10月28日に FA となった。2021年2月8日にシンシナティレッツと150万ドルの単年契約を結んだ。ありがとうございます。